リオデジャネイロ五輪は第2日の6日、日本時間7日、競泳女子400メートルリレー決勝で、日本、内田美紀、池江璃花子、山口美咲、松本弥生は、3分37秒78で8位だった。オーストラリアが3分30秒65の世界新記録で金メダル。日本は予選で3分36秒74の日本新記録をマークし、全体7位で決勝に進出していた。五輪のこの種目で日本は、前回ロンドン大会で7位入賞だった。頑張れ日本、これからも応援していきます。